最後の一葉。スーとジョンジーの住む部屋はワシントン広場の西にある古いアパートの3階にありました。2人は画家を目指す若い女性で、ここに部屋を借りてから半年が経っていました。その日の朝、ジョンジーはベッドに横になったまま窓越しに外を見ていました。彼女はこのところ街で流行り出した肺炎にかかり、すっかり気を落としていました。残念だが、あの娘さんが助かる見込みはほとんどないね。往診に来た医者が部屋の外でスーと話をしていました。何より本人が生きる気力を失っている。あれじゃどんなにいい薬も効かん。あの娘さんには何かやりたいことなどはないのか？確かジョンジーはイタリアのナポリ湾の絵を描きたいと言っていました。そうか。まあとにかく彼女の病気が治るかどうかはその気持ち次第というしかないな。医者が帰ると、スーはわざと明るく口笛を吹きながらジョンジーの部屋に入りました。ジョンジーは窓の外を見つめて小声で何かつぶやいていました。12 11 10。ねえジョンジー、何を数えているの？9 8。散り始めたらあっという間ね。ジョンジーったら、教えて。ジョンジーは窓の外を指さしました。その指の先にあるのは隣の家のレンガの壁だけでした。あのレンガの壁に張っているツタの葉よ。あの葉が全部散った時、私は死んでしまうんだわ。バカなこと言わないで、ジョンジー。スーは目隠しをするようにジョンジーの体に覆いかぶさりました。お願いだから目を閉じてちょうだい。嫌なことは考えないで。さあ、眠って。私はベアマンさんを呼んでくるわ。これから描く絵のモデルになってもらうの。少し寝るわ。書き終えたら教えてね。あの葉の最後の一枚が落ちるのが見たいの。もうジョンジーったら。ジョンジーは目を閉じて彫刻のように横たわりました。ベアマンは二人と同じアパートに住む絵描きです。60歳を超えた男性で、いつか世に残る傑作を描くと言っていましたが、ここ数年ほとんど筆を握らず、たまに宣伝用の絵を描くだけで、あとは生活の足しに若い絵描きたちの絵のモデルを務めていました。スーはベアマンにジョンジーのふざけた妄想の話を聞かせました。なんてこった、そんな馬鹿げた話があるか。ベアマンは顔を真っ赤にして怒鳴りました。それから悔しさで涙を流しました。畜生め、かわいそうなジョンジー。ああ神よ、どうしてあんなにいい娘がこんなところで病に伏せなければならんのだ。いつかわしが傑作を書いてみせる。
そしてわしら三人でこのボロアパートから出ていくんだ。神よ、そうだとも。二人がジョンジーの部屋に入ると、彼女は眠っていました。二人は窓から隣の家の壁に這うツタの葉を覗きました。外は雪まじりの冷たい雨がしとしとと降っていました。翌朝、目を覚ましたジョンジーはすぐにカーテンを開けるよう頼みました。するとどうでしょう、雨に打たれ強い風に吹かれながらも長い夜を必死に持ちこたえた一枚のツタの葉がはっきりと見えました。あれが最後の一枚ね。朝まで持たないと思っていたのに。でも今日には散るわね。そして私も同じ時間に死ぬんだわ。そんなこと言わないで。あなたがいなくなったら私はどうすればいいの？スーの問いかけにジョンジーは何も答えませんでした。その日一日が過ぎましたが、幸運にも一枚だけ残ったツタの葉が散ることはありませんでした。しかし夜の訪れとともに北風が強く吹き始め、雨音も大きくなってきました。夜が明けました。最後の一葉はまだそこにありました。ジョンジーはしばらく無言でツタの葉を見つめていましたが、やがてキッチンにいたスーに声をかけました。ねえスー、私がバカだったわ。きっと誰かが私がどれだけ愚かだったのかを分からせるために、あの最後の一葉を残しているのね。はあ、お腹すいちゃった。スープを少しちょうだい。それから1時間後、ジョンジーはスーに笑顔で言いました。ねえスー、私ナポリ湾の絵を描きに行けそう。さらにその翌日、涼しい風の吹く午後、ジョンジーはベッドの上で気持ちよさそうに鼻歌を歌いながら毛糸で肩掛けを編んでいました。スーがジョンジーの部屋にやってきてベッドの縁に腰掛けました。今朝もお医者様が来たわ。もうあなたは大丈夫だって。そう、よかった。どうしたのス、浮かない顔をしているけど。ジョンジ、実は今日あなたに話さなければいけないことがあるの。スーは窓の外を眺めながらジョンジーに語りかけました。今朝ベアマンさんが亡くなったわ。肺炎だって。一昨日の夜中に体中ずぶ濡れで苦しがっているベアマンさんを管理人さんが見つけたの。あの雨の中どこに出かけていたのか誰にも言わなかった。でもね、部屋中に絵の具のついた筆とパレットが散らばっていたの。ねえジョンジ、
不思議に思わなかった？あのツタの葉、雨風に吹かれてもそよぎもしないのよ。そう、あの葉は最後の一枚が散った後にベアマンさんが書いたものなの。あなたを救うためにベアマンさんが命を懸けて書いた最高の傑作だったのよ。